群れ駅は、長野県上見野地群飯綱町栄町にある、品野鉄道北品野線の駅である。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。2015年の北陸新幹線開業による移管が、行われるまでは、JR 東日本の豊野駅管理の業務委託駅で、緑の窓口が設置されていた。移管後は、 飯いず町に業務委託されている。かつて上下線ホームには国鉄民営化後に JR 東日本長野支社が打ち出した一駅一名物の産物として飯いずさんのいいずな三郎天狗伝説にちなんだ大天狗像があり駅のシンボルだったが老朽化により2006年に上りホーム像が2017年11月までに下りホーム像が撤去された。 なお、下りホーム像の跡地には、同年12月、新たなシンボルとして、美術家、拓保教授によるリンゴをモチーフにした、東藩画モニュメントが設置された。なお、当駅には発車ベルの設備がある。駅舎、古墙橋長野市内へのアクセスが良好であるため、駅付近は朝夕かなり混雑する。北部高等学校への通学生の利用も多い。 駅前乗り場から発車する。2007年10月1日より運営方法が変更。12系統以外、昼間はデマンド交通。朝と夕方は大型バスが使用される。7.8時台の長野行きの電車に接続できる、洋角方面から運行。夕方は長野からの電車と接続。野尻湖方面へのバスは、 飯いず営業所始発 ABC 稲垣修士、一条祐太。新幹線、北陸へ、駐在来線、赤字、地元懸念。毎日新聞、ABCDFGHIJK e シナの毎日、新聞社出版部、長野県鉄道全駅増法改訂版、シナの毎日新聞社、2011年7月24日、29ページ。 ISBN 9長7847億8 4 0千六1 6 4 7 a b c d e f g 週刊 JR 全駅全車両基地14号長野駅新津駅高田駅ほか朝日新聞出版週刊朝日百貨、2012年11月11日20ページ ABCD 楽々お出かけネット駅 ターミナル情報検索結果。公益財団法人交通エコロジーモビリティ財団。2016年1月4日閲覧。ABC 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線国鉄、JR11 号新越本線、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2009年9月20日、20.22号ページ。 ABC、北陸新幹線長野、金沢京、開業新越線長野、直越経営移管で、運行終了地域の鉄路一区切り。品野毎日新聞、P35、川辺和尚、辰巳健事。北陸新幹線、長野金沢間開業いい山換気1万5千人。新時代はう一番列車、拍手と、ふるさとで歓迎。毎日新聞、酒井宏明。 五十畑正幸。北陸新幹線開業沿線の機体乗せて、中日新聞、品の鉄道、乗り継ぎ割引を、廃止減便や無人駅拡大も22年春から、順次経営改善策品の毎日新聞。 https://www.shinmai.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ cnts20211126008262021 年12月6日閲覧。小学館、国鉄全線各駅停車、6中央、上新越440駅 P126 より、 JR 東日本企画編、新越本線群れ駅、駅で見つけた物語旅模様東日本旅客鉄道、1991年、この像は2018年2月現在、群れ温泉天狗の館に移転され現存している、飯島町の観光案内所がある、群れ駅の下り線ホーム、何かが、一般社団法人飯島町観光協会、 フェイスブック、2017年11月1日。群れ駅の下り線ホームに、美術家の田久保教授氏が制作したリンゴのモニュメントが、完成。飯綱町フェイスブック、2017年12月11日。群れ村、群れ村しげかん P136。1997年、建築当時と同じ場所で現存する。古戦郷としては1910年11月完成の、 JR 東海竹と予選半断駅が最古とされる。群れ村、群れ村し P 百五 P151、1997年、特殊群れ駅再発見。飯綱町広報誌、飯綱通信第68号、P4、2011年7月。ありがとうございます。